県観光特使に委嘱されたのは、アサヒビールの前の高知支社長で、現在高松市の支店長を務める寺本武さんです。アサヒビールはこれまで、仁淀川流域の清流保全や四国遍路の世界遺産登録に向けた取り組みなど、県の観光振興に大きく貢献していて、今日は浜田知事から委嘱状と観光特使の名刺のほか、先月始まったどっぷり高知旅キャンペーンのピンバッジが手渡されました。観光特使という名誉あることをいただきまして、本当に感謝の気持ちでいっぱいっていうのが今の感想です。どんどん高知にまずは来ていただけるように働きかけていければというふうに思っております。県観光特使はこれで489人になりました。